休憩はしたんだけど、まだ頭がボケてる。なんだろう、このボケてる感じ。みんな元気。でもちょっと困ったことになってる。最近森、よその森から動物の群れが移住してきた。その群れは縄張り意識が強いらしくて、周りの動物たちを傷つけてるんだ。悔しいけど僕一人じゃどうにもならない。助けましょう。事情を知って見過ごすのは悪いからね。森の一角をねぐらにしてる。でも無理はしないで。森の一角、地図を見てみましょう。ここね。そうでない動物がいるなんて勝手な話ですね。ためらう権利なんかない。私たちは殺すために作られた兵士だから。そうですね。そういえば擬態回収が100人超えたみたいでトロフィーもらいましたね。で今なんかHP がすごいことになってるっていう。で目的地付近なんだけど、動物が死んでる。これ前いなかったよね多分。血も新しいし。あれは、え、おろろろろ、待って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 、っていうか、そっか、そうだよね。40だってよ。待って待って待って、相当強いと思うんだけど。ちょっと待ってね、スキル変える。まあガンガン攻撃系にしてみました。で、ポットの方はね、範囲内の攻撃のやつ。ちょっと待って、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 範囲内の攻撃のやつにしてみた。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、強い強い強い、本当に強いの指示。あれ、あ、こっちの方にしたのか。ちょっと待って待って、間違えた。ちょっと待って待って、こっちの方がいいかな。ぶ、あ、これ買ったんですよね。これちょっと、ちょっと待って、あれ、あ、死んじゃう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 。これではいいかな。はい、え、ちょ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 、ほんとマジで強いな。剥ぎ取れる？剥ぎ取れないね。よし、あと1匹。なんかよくわからんうちに、え、倒して、私が倒れたのかな。 9S が倒してくれたから。ちょっと待ってね、レベル44。これはまた時間かかりそうですね。攻撃、動物になった機械生命体の記憶。動物になった。群れは全て倒しましたね。あのロボットに知らせましょう。ん？動物になったって書いてあった。機械になったって書いてあった。はあ。はあ。大変。何分？でもそんなに戦ってない。あいつよりは戦ってないな。これは剥ぎ取れないって、なんかもうテンパった時がね、もうダメダメダメですね本当に。報告しに行きましょう。報告する前にここに動物を真似ていたロボット。はい。真似というより動物そのもののような行動をとっていた。言われてみれば不思議ですね。何か理由があったんでしょうか。うん、なるほど。ここにクエストがあるので、このクエストを先に受けちゃおっかな。喋り方がおかしいロボ。知ってるかい、森の国の噂を。あそこの お城に破所台のロボットをがの越した財宝がね。は、私がおかしいの。
破傷台のロボットを宇賀の腰だ、あ、分からん眠っているそうだ、眠っているそうだ。一体どんな財宝なんだろうね。一度でいいから見てみたいもんだ。わかりやすい。二言で終わった。これもマップにあるの？あ、あるんだ。二つあるところを見ると、開けられなかった宝箱のことかな。はい、倒してきたっていう報告をしましょう。群れをやっつけてくれたんだね、ありがとう。これで安心して暮らせるよ。お、オート回復プラス5だって。回復薬全。おー、ついに。すごい経験値とお金をもらったんだが。ロボットだったんだよね。言葉も通じなかった。何があった、あってそうなったかはわからないけど、でもそうなったロボットと動物を分けるものは何だろう。難しいこと言いますね。動物を愛することができるのに仲間の機械生命体の死を望むなんて不思議ですね、機械生命体は。お互い静かに自分が幸せに暮らせればいいよね。うわ、読みづらそう。動物になった機械生命体の記憶、遠い遠い昔、壊れた記憶回路が残した記録、壊れて動けなくなった私を拾い助けてくれたのは動物の群れのリーダーだった。リーダーは立派だった。常に群れのために生きていた。だから彼が死んだ時、私もそうしようと思った。みんなのために生きて、みんなのために死ぬ。でも私はロボットだから、みんな先に行ってしまう。そうだね。それでも群れは、新たな命をつないで生きる。それを守るのが私の役目。死んだリーダーとの約束。この安住の森で家族みんなを守り続ける。けれどあの日、アンドロイドロボットの戦争で森が焼けた。住処がなければ生きられない。家族がバラバラになってしまう。だから探そう。新しい住処を、誰にも邪魔されずみんなで暮らせる森を。私がいるから大丈夫。必ずみんなを幸せにするから。お、これだ。機械生命体の部品。これはガラクタ。貴重なものではないが、森の国の財宝に関係する可能性あり、推奨保管。なるほど。じゃあもう一個だね。どこだったっけ。結局この上行けてないんだけど。解析。機械生命体の部品。これは貴重なものではない、推奨。よし、これで取得しましたな。あれ、赤いの消えてない。でも2つって言ってたよね。そういえば編集してるとこに気になってたんだよね。何カーンって、ちょっと待って、丸ボタンが押せない。あ、わかったわかった、これ物を押すんだ。宝箱じゃないんだ。なるほどなるほど、と思ったが、引く？あ、引いてる。あ、これ引けるんだ。今更だけど。ん？引けるの？今までも引けてたの？よくわからんけど。
出勤。え、カンってこれの音？それがシワ正宗。もしかしてレベル4にしてくれる人？うむ、貴殿は武具を大切に扱ってるな。どれ、それがしでよければ貴殿の武具を研いで信ぜよう。やっぱり4にしてくれる人っていうことよね。へえ、機械生命体の腕、どこに使うの？綺麗なケーブル。へえ、これやっとく。お金はやるだけやっとこう。いつかは絶対4にしなきゃいけないんだし。そっか、ここに来なきゃいけないんだね。その白き刀はかつて我が師匠も研いでいた刀だな。ちょっと知識がない、すいません。師匠は生涯をかけて白と黒の8つの武具を集め改良した名工。へえ。しかしその武具をめぐり数々の血が流れ、師匠はその武具を各地に封印した。へえ、いろんなとこにあるんだ、封印の祠。へえ、ありがとう。ここに来なきゃいけないのね。なるほど。そしてこれは帰れない感じなの、これこれ帰れない感じか。てかさ、こっからもう一個下の方に行きたくない？あ、ちょっと待って、難しい。行けた？あ、行けた、やった待って、ひっくり返さないで。もうちょっとこっちで戦おう。ドロップ品が落ちちゃう。 9S 落ちちゃったんじゃないの、むしろ。あ、落ちたね敵が落ちたね。で、大変だなこれ。取れてる。これ何が入ってんのね。これ鍵のやつじゃないよね。待って、マイエースが邪魔。よし、形状記憶後期。はあ、すっきりしたね。で、さっきの人と戦おう。あ、上がってきてる。死んだかな。下に落ちてる。全然クエスト進んでる感じがしないんだけど、まだいるのか、いるのかっていうかあるのか。わかんないな他に。これ、あ、全部で3つあるんだ。あった、解析。これは貴重なものでは推奨、報告。機械生命体のパーツ形状が組み合わせ可能。組み合わせ？解析開始、解析中、解析完了。取得された機械生命体の部品を組み合わせることで何かの鍵となる。鍵？提案、鍵の合う扉を探す。へえ、鍵？あー、ちょっと確かに鍵っぽいかもしれん。場所はですね、王の前から左上が王のところですね。降りて左、その王の扉の下が
鍛冶屋の人ね。でその向かい側の先があったから、そこに来て、そのさらに先に行ったら宝箱があったって感じですね。で扉扉か、これ上上がれないよね。大変だねこれ。こういうところとか怪しいよね。扉、全然敵見てないよ今。扉、扉、でもここ他に、おお、あ、これいけるの？気づかなかったな。一個上からいける？なんかあるか。あ、なんかあるね。これの、あ、いけないんだ。あ、あ、ちょっと、あ、いけないんだ。下から行くしかない。あ、ここも端っこある。お、待って待って、行きたいところがたくさんある。ん、今私はどこに？シラコロ、予想の侵入が増えている。シリアの警備を強化しなくては。あっ、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 なんで初見の時こういうの気づかなかったんだろう。わあわあわあ、避ける気がない。待ってね、降りちゃったな不意に。ちょっと待って、なんか複雑すぎ。なんかすごいね、こんなに広がってたんだ。よし、あ、あ、なるほど、こっちに行くわけじゃないのか。このまま上に行くのね。こっちから降りてきて、こっちの上から行こうっていう。あ、ただの宝箱ルート、あ、ただの宝箱ルート。宝箱ルートやったんかな。で、ここは、あーは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 ーあーはー混乱。この向こうは、木のはびこり方がすごい。あ、扉だ。鍵穴を確認。適用する鍵が必要。これじゃない？おお、ドキドキするね。だって地図こっから向こう行ってなくない？なんか誰かいるマークがある。誰かいるよね。しかもなんかちょっと、あの、何、いい盾持ってるよね。大丈夫かな。王の墓、
レベル30か。うわー、いった。いや、効いてる。一応ダメージ出てるようには見えたけど、わお。待って待って、向いてない方向に衝撃波が来てる。うーわ、これ強いぞ。ちゃんと見とかなきゃあれだね。あー、ダメだ。あの爆発がすごすぎて見えない。3、4、5、逃げて、はっせ。言ってたけど、これちょっと擬態回収。じゃあ王はいないってこと？もう苔が生えちゃってんじゃん。なんか墓荒らしみたいでやだね。何か書いてある。我ら森の王、ここに眠る時祭記録メディアを発見、データ化および保存完了。これが財宝。なるほど。みんなに慕われてるってことは本当にいい王だったのかな。ところでアーカイブ全然見てないね私。ちょっと見るか。じゃあこれだね。これ読んだ方がいい？読もうか。偉大なる王、森の王、エルンスト、ここに眠る。王は、我らが中で最初に意志を持ちし、尊き者。故に初代の王となる。王は、他の者にも意志を芽生えさせんと、自ら貴重なパーツを分け与えた。王は、これ何て読むの？今日？巨に、そして民に、そしてここに機械生命体だけの楽園を築こうとなされた。私たちは王から賜ったパーツを使い、己が何者であるかを知った。それは自我と呼ばれた。自我は感情を生み出し、感情はやがて王への忠誠心へと変わっていった。しかし王はあまりにも偉大で、あまりにも優しすぎた。我らにパーツを与えし、王は起動することすら困難になり、やがて深き眠りについた。我らに残されし道は、王の広き御心に応えるべく永遠に平和なる国を築くこと。その決意と王への感謝を示し、ここに我らがパーツを組み合わせたチップを捧げる。王よ、あなたの思いは我らの中に受け継がれている。だからどうぞ安らかに眠りたまえ。なんだろう、本当になんか本当にごめんなさいとしか言いようがないんですけれども、あーなんか争うことしかできないのがつらい。これで全部かな。私なんか今まだモヤモヤしてるんだけど、どっか行き損ねてるところある？なんかさ、本当にキャッチコピーだっけ、命もないのに殺し合うって。
ほんとなんか、なんかもう何が正しくて何が正義なのかわからなくなるね。恐れは森の王の記録だね。お、それはか。じゃあ、あの護衛家、あの護衛家を倒してくれたんだ。ありがとう。僕はこんな風にちゃんと喋れないんだけど、奴らはそれを理由に僕を差別してたんだ。確かにすごい読みづらいんだよね。あの、句読点と、あの、開業の位置を考えましょう。何が森の国だ、何が森の王なん、王だ。あんな奴らみんな死ねばいいんだ。ははは、ありがとう。森の国の奴らを殺してくれて、これをお礼にあげる。その言い方も好きじゃないな。まあ、みろざま、あ、みろざま、みろ。あのさ、すごい嫌だ。確かに護衛の子倒しちゃったんだよね。あらかたクエストを終わらせたので、メインクエストというか、このレジスタンスキャンプにいるアネモネさんのクエストを受けようと思います。その出張キャンプの設立、なるほどね。このさ、ミサイル補給作戦のって、ここ目的地なんだけど、 いる？そっか、森にキャンプできるようになるのか。そっか、砂漠の前にあるけど森にはないもんね。仕事とはいえ、レジスタンスの皆さんのお手伝いが多いですよね。雑用感があるというか、なんというか。仕事に文句言わない。レジスタンスと情報交換するのは重要な任務し、それに戦闘より雑用の方が安全、死ぬより死なない方がいいに決まってる。そうですね。 2B はいいこと言うね。すごいちゃんと自分の意見言うね。本当にナインズあれだね、小言が多いね。感情がどうとかっていうのが結構なキーワードになるから、このナインズの言動って何かしらこう何かがあると思うんですけど、てかこの目的って本当どこなの。わかんないんだけど。あ、落ちちゃう。あ、はいはいはい、怖い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 。ミール、それ怖いから。下じゃないよね。こっちか。あるあるある。なるほど。やっと場所が分かった。じゃあこっちがメインで、アネモネさんが言ってたやつは普通のサブクエストなんだ。キャンプの発展先やっちゃおうかな。